大空。スーパー大空は、北海道旅客鉄道、JR 北海道が、札幌駅、釧路駅間を、函館本線、千歳線、関昌線、眠る本線経由で運行する特急列車である。本港では、眠る本線で運行されていた、優等列車の遠隔についても記述する。特急、大空は1961年。 昭和36年10月1日に実施された三独島のダイヤ改正において北海道初の特急列車として函館駅浅塚川駅間室蘭本線千歳線経由で運行を開始した当時としては珍しい小樽駅を経由しない運行形態が取られ函館駅札幌駅間の優等列車における主要な運行経路が山線函館本線 小樽駅経由から、海線、室蘭本線、千歳線経由へ大きく、転される景気を作った列車である。なお、運行開始当時の函館駅旭川駅間の途中停車駅は、東室蘭駅、苫小牧駅、札幌駅で、主要都市と観光地のみに停車するようになっていた。観光シーズンには、東谷駅、上り別駅にも停車していた。1962年。 昭和37年10月1日に、釧路8着編成の連結を開始し、1967年、昭和42年3月1日には、旭川8着編成が分離されて、函館菊城駅間、室蘭本線、千歳線経由の運行となった。1970年、昭和45年10月1日には、函館菊城路駅、網走駅間で運行されていた、特急、 大鳥の串路発着編成を統合し、1972年、昭和47年3月15日には、北斗の一往復を延長して、オーラに統合し、再度朝日川発着編成を連結するようになった。1980年、昭和55年10月1日には5.4号の運行区間を札幌駅串路駅間とし、3.2号の朝日川発着編成が再度廃止された。 1981年、昭和56年10月1日には全列車が、赤昌線経由に変更され、1985年、昭和60年3月14日に、マリモノヒル行列車が、特急格上げと共に統合され、札幌駅帯広駅間でに往復増発された。1986年、昭和61年11月1日には全列車が、札幌駅発着に統一された。 1990年、平成2年9月1日に、帯広駅発着の列車は、徒価に解消された。1997年、平成9年3月22日には、新型車両である283系機動車を、投入した、スーパーオーゾラが運行を開始。2001年、平成13年7月1日のダイヤ改正後は、中高定期全列車が283系。 スーパーを大空に統一された。夜行便の大空13.14号はマリモとして分離され、183系機動車で残っていたが、このマリモは2008年、平成20年8月31日付で廃止された。現在では札幌駅、釧路駅間を結ぶ特急列車は283系、スーパー大空のみとなっている。大空の列車名は、 北海道の大地の上に広がる大きな空をイメージしたものである。なお、JRA 札幌競馬場で開催される大空特別競争はこの列車名を由来にしている。2019年3月16日現在、札幌駅釧路駅間で1日6往復、最高速度時速 110km で運行されている。所要時間は最速3時間台が上り1本のみ、 以外は4時間台である。2013年、平成25年10月31日までは1日、7往復、最高速度時速 130km、3時間40から50分台、最速は3時間35分であったが、2011年、平成23年5月27日に発生した、スーパーオ空ラ14号の線、火災事故。 石昌線特急列車脱線火災事故以降、2013年、平成25年にかけても、車両故障等のトラブルが後を絶たないことから、同年11月1日に、車両の走行負荷抑制、メンテナンス時間格保存を目的に減速、減便が行われた。トラブルの背景として、日本国内の在来線では屈指の過酷な走行条件を強いられる列車であるため、 特に冬期間の運行が車両へ与える負荷が比較的高いことが指摘されている。平野部での最高速度時速 130km の高速運転や山岳区間での連続勾配途半、究極線前後での加減速の繰り返しによるエンジンや変速機など動力機器への負荷に加え、下り勾配区間での連続制動やエゾシカなど野生動物が多く生息する区間での接近。 衝突事故に伴う急制動の繰り返しにより、ブレーキや車輪など、足回り機器へかかる負荷も高い。さらには、陶器間の寒暖差の大きさ、極寒の同をと比較的温暖な道等を結ぶほか、冬でも暖かいトンネル内と極寒の屋外との出入りにより、車体に付着した水分が、倒解決を繰り返すなどの要因が挙げれるが、それらに見合った、メンテナンス時間、体制の確保が、 必ずしも十分ではなかったとの指摘もなされている。2019年3月16日現在、全列車が283系機動車で運転されている。釧路運輸車両所所属車で運転される列車は6両編成、札幌運転所所属車は7両編成での運転が基本となる。この列車は増血が状態化しており、繁忙期には 最大で11行編成で運転されることもある。増結車両は、基本的に、座席指定席である。また、クリーン車から先に満席となる傾向が強く、クリーン車を増結、増産号車することもある。ホーム有校長の短い駅では1から2両程度が、ホームにかからずドアカットを行うため、乗客は別の車両より乗り降りすることがある。増結があっても、 自由席車の連結位置は必ず札幌よりの2両となる。1986年、当時は大空としての運行に、帯広空港と岡玉空港を結ぶ航空路線が廃止され、鉄道が航空機を追い出した例として挙げられている。釧路札幌間の都市間バスの運行本数が少ないこともあり、1997年のスーパー大空運転開始以降は一貫して高い。 乗車率を誇る。年間を通じて増結が状態化しており、特に利用が多い大型連休、お盆、年末年始を中心とした冬期間は、最大11行編成で対応している。しかし近年では、同等自動車道の延伸や、都市間バスの増発、さらには前日した、本列車の減便、減速の影響により、鉄道の優位性は徐々に低下しつつある。 2017年、平成29年2月1日からインターネット、予約サービス、エキネットによる予約限定で、新サービス、エキネット特種の受付を開始した。割引対象となる列車や座席数が限定されている、ものの特急、スーパー大空、スーパー十勝に高速バスと、ほぼ同額の運賃で乗れるようになる。通常運賃からの割引率は、 スーパーオーゾラが40%と15%、スーパートカチが45%と20%の、計4種。スーパートカチが2月2日から、スーパーオーラが3月4日から通年で利用でき。1962年、昭和37年2月1日に、札幌駅予備広駅間の急行、トカチ、トカチとして、運行を開始した。1968年、 昭和43年10月1日に、仮価値に統合され、廃止された。その後、1986年、昭和61年11月1日に廃止した、仮価値一往復の代替として、旭川駅、滝川駅、帯広駅間、富良野線経由を運行する、快速列車として、十勝の愛称が復活。1990年、平成2年9月1日には特急、 大空の帯広発着列車を分離する形で、特急、トカチが運行を開始した。同時に、快速、トカチは、快速、カリパチの旭川発着列車となった。列車名は、帯広市が所在するトカチ市長、現在のトカチ総合振興局やトカチ国、トカチ平野が由来となっている。1949年、昭和24年9月15日に、 函館駅城駅間、函館本線、根室本線経由で運行を開始した夜行急行3.4列車を期限とする列車で、札幌駅釧路駅間を準急列車として運行する珍しい運行型を採用した。1950年、昭和25年10月1日に運行区間を函館駅根室駅間、函館本線、根室本線経由に延長し、 函館駅城駅間は、急行列車、菊城駅根室駅間は普通列車として運行されていた。1951年昭和26年4月1日に、マリモの列車名が与えられた。1961年昭和36年10月1日には、運行区間を函館駅城駅間に短縮。さらに1965年昭和40年10月1日には、 函館駅札幌駅間が急行、手稲として分離され、札幌駅釧路駅間の夜行急行列車となった。九百六十八年、昭和四十三年十月一日に、カリカチに統合され、廃止された。九百八十一年、昭和五十六年十月一日の赤昇船開業に、伴い、急行カリカチの、内札幌駅帯広駅間の昼行列車一。 往復と札幌駅釧路駅間の夜行列車1、往復が赤昌線経由に変更され、マリモに解消された。1982年、昭和57年11月15日には、夜行列車に14軽客車が導入される。1985年、昭和60年3月14日には、中高列車が特急、大空に統合され、札幌駅帯広駅間の臨時急行 マリモ51.54号を廃止。夜行列車も1993年、平成5年3月19日に、夜行特急、大空13号14号として編入され、再び廃止された。2001年、平成13年からは、札幌駅、釧路駅、または、根室駅間の夜行特急として3度目の運行を開始したが、2007年、平成19年に、 臨時列車化された後、2008年、平成20年に廃止された。列車名は、阿寒湖に分布するマリモが由来となっている。列車名は、トカチ、石狩国境にまたがるカリカチ峠が由来となっている。1961年、昭和36年6月15日に、函館駅根室駅間、函館本線経由を毎日運行する季節列車として、急行。 仮価値が1往復、下り2号上り1号増発された。同年10月1日に、この1往復が定期列車化され、運行経路を、函館駅城駅間、室蘭本線、千歳線経由に変更した上で急行、マシュー、マシューに解消された。ダイヤ上は、従来の軌動車急行、アカシアを延長する形態が取られ、輪っか内発着、宗谷本線経由の急行。 そうや、網走駅発着、赤北本線経由の急行、おほうつくを連結した多層立て列車とし運行された。1964年、昭和39年10月1日、おほうつくと共に、函館駅、串路駅、網走駅間の特急、大鳥として統合され、廃止された。列車名は、阿寒国立公園のマシュー湖が由来となっている。なお、マシュは、 本列車以前にも、釧路駅網走駅間などで運転されていた、準急列車の名称として使用されていた。こちらについては、しげとこの項目を参照されたい。1963年、昭和38年6月1日に、札幌駅根室駅間の急行アカ阿寒、阿寒として運行を開始した。1968年、昭和43年10月1日に、 仮価値に統合され、廃止された。列車名は、阿寒国立公園の阿寒湖が由来となっている。1962年、昭和37年4月1日に、帯広駅、串路駅間を運行する、準急列車として、運行を開始した。1962年、昭和37年5月1日に使用車種が、機動車に変更され、1966年、 昭和41年3月5日には、準急制度の改変に伴い、急行列車に格上げされた。1980年、昭和55年10月1日に廃止された。1985年、昭和60年3月14日に、帯広駅、釧路駅間の快速列車として、ぬさまいの愛称が復活したが、この列車も1998年、 平成10年4月11日に廃止された。列車名は、釧路川に架かるぬさまい橋が由来となっている。1959年、昭和34年9月22日に、釧路駅根室駅間の準急列車として運行を開始した。当初は単行で一往復のみだったが、1961年、昭和36年10月1日にに往復に増便され、 二両編成での運行となった。1966年、昭和41年3月5日には、準急列車制度の改変に伴い、急行列車に格上げされた。1972年、昭和47年3月15日には急行、仮価値の下り2号の釧路駅根室駅間を分離する形で、折一1本増発し、下り3本上り2本となる。また、 下り一本に、グリーン車を連結。1981年、昭和56年10月1日には1往復が廃止され、グリーン車の連結も終了した。1984年、昭和59年2月1日には休行、仮価値登り一本の根室駅、釧路駅間を分離する形で折り一本が増発され、再度に往復となるが、1986年、 昭和61年11月1日には一往復が廃止され、一往復となった。1989年平成元年5月1日に快速列車に降格し、急行のサップは廃止された。列車名は根室半島の先端に位置するのサップ岬が由来となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。